はい、皆さんおはようございます。エンプラチャンネルです。今日はですね、ショートショートちょっと短いんですけども、今日紹介しますのは超導アルファのウルトラマンティガ、ね、これこの間も一回紹介してね、もうえらい気に食わねえなね、ちょっとなんでこんな格好悪いのかなと思ってたんですけども、この間ね、ザラブの話をしている時に出してきて、まじまじと見ていたらですね、かっこ悪い理由っていうのが分かりまして、この足元の部分ですよね、ここのねシルバーの部分っていうのはね、さっき自分で塗装したんですよ。この足のちょっとキッキュッとなってるところですね、ここのところがね赤と青しかなかったもんですから、なんかね銀色の足袋を履いてるのか短い靴下を履いてるのかっていうね、まあ、要は足元だけ銀色なもんですからね、そこがかっこ悪かったんですね。ということでちょっとね、普通はこういった食玩であれ問い関係であれ自分で手を加えるってことはほとんどしないんですけども、今回はねあんまりにもかっこ悪いんでね、このままゴミにしてしまうぐらいだったらちょっと塗っちゃおうかなっていうところでギューッと寄ってますけども、この部分だけ塗装しました。我ながらもう超適当なマスキングで塗ったのにしてはうまいこと言ったかなって、なんか足首の棒とかが見えてえらい難なんですけども、ここを塗るだけでもですね、おお木がかっこいいじゃん、食玩のバンダイの人もねここを塗っときゃよかったのになって気がしますね。ちょっとね我ながら気がついたおすすめポイントです。これだけでもね格段にかっこよくなるような気がしますね。前回ねかっこ悪いなーなんて、ね、この新しく増えた関節はいいけど色塗ってないし、なんだかなー、ティガみたいに色がいっぱい入ってるやつには似合わないのかなと思ってましたけど、何が良くないってここでしたね。ここさえ塗っておけば、ブーツっぽく見えるんじゃないかっていうね、あんな短い靴下履いてるっていうか銀色のね短いズック履いてるみたいじゃかっこ悪いですよね。なんかね、これで足元がビシッと決まりましたんで、ティガも決まるってもんですわということでね、自分でちょこっと色塗っただけでご満悦な私でしたと、ね、と言いながらね、パトレーバーもちょっと天気が良かったんでクリア拭いたりとか再塗装してるとこなんですけども、また折れちゃったっていう、ね、腕外すたんびになんかもうすぐ折れちゃって、もう嫌になっちゃうね、こういうのが折れちゃうとね、僕のやつだけなのかな、パトレーバーもどいのは。で青島さんもなんかねパトレーバー続けてくれるのかと思ったら、次はイデオンだって、なんかレーバーキャリアはいつまでたっても出ないですね、ということでちょうどアルファ、ね、また新しいシリーズ6月にも出るみたいですけどね、気が良くなりましたよ。ここだけでバシッと、こんだけ良くなるとは思わなかったな、皆さんにもおすすめの改造ポイントです。ではまた失礼します。